ハイドビア日本一の YouTuber と言われているヒカキンさん、チャンネル登録者数が660万人以上いると言われてるんだけども、最近はそれを超えるチャンネルが出てきた。そのチャンネル名はキッズラインで、正直言ってこのチャンネル名はそんなに有名ではない。謎のチャンネルキッズラインについてなんだけど、こんな無名なチャンネルがって言ったら申し訳ないけど、660万人以上の登録者数がいるということで、ちょっと前に話題になったんだよね。取り上げるのは少し遅いんだけども、俺もこのことについて話したいなと思ったから、ハイドチャンネルまずね、このキッズラインというチャンネルですよ。申し訳ないけども、俺もこれが話題になるまでキッズラインの存在を知らなかった。どんなチャンネルか調べてみたの。キッズラインっていうのは簡単に言うと、子供向けのおもちゃを紹介する動画チャンネル。可愛い子供たちが出てきて、アンパンマンとか話題のおもちゃで遊んで、その楽しげな様子を流すと。子供たちが動画タレントとして可愛いのはもちろんなんだけども、同時にそのおもちゃの紹介動画にもなってるっていうことだよね。そこに出てる子供たちはね、非常によくできてる子たちだなと思いました。単に見た目が可愛いっていうだけじゃなくって、自分たちが何を要求されてるか、カメラの前で何をやるべきかっていうのが分かってる感じがした。頭がいい子たちだと思う。でこれだけの登録者数がいるから、動画の再生回数もすごいもので、多いものであれば億を超えるものもあった。一番多いので2億回とかそんなんだったんじゃないかな。だから1再生1円なんてざっくりとした計算の仕方が有名だけど、正直それは正しくないと思うんだけどね。計算しやすいように1再生1円と考えたとして、2億回再生されてるということは、その1本の動画だけで2億円そのチャンネルは稼いでるっていうことになるから、すごいもんだよね。ハイドチャンネルで YouTuber たちの間で、子供に向けたおもちゃ紹介動画が稼ぎやすいっていう言い方したら生々しいけれども、お金にすることを考えたら、子供が出てるおもちゃ紹介動画っていうのが一番強いのね。でなんでかっていうと、そういう動画を見てる視聴者っていうのはほとんどが小さな子供なわけで、子供っていうのは1個気に入った動画があったら何回もリピートしてみる。アンパンマンの乗り物のおもちゃがあったとしたら、それが気に入ったらもう何十何百何千っていう風に再生するわけだよ、子供っていうのは。だから再生回数がすごく稼ぎやすい。それから子供が出てる動画っていうのは国境がない、言葉が違ってもあんまり抵抗がないわけですよ。だから日本語がわからない国の子供たちが見ていても、興味があるおもちゃが出てるだけで、それで遊んでるだけで、視覚と聴覚からいろんな情報を得られる。例えばこれ見てる人たちも多分大人が多いと思うんだけど、これ見てる人はね、昔さセサミストリートとかやってた時に、外国の子供たちが出てて、英語喋っててもその言葉がわからなくても、子供の時ってさ抵抗なく見てたような気がしない？でセサミストリートの世界が好きになったり、ぬいぐるみが好きになったりとかしたじゃん。言葉の壁っていうのが子供には少ないのね。だから日本以外の国の人がたくさん見る。もちろん大人が見ていても、子供っていうのはどの国の人が見ても可愛いものだから、その可愛い子供たちが楽しそうに遊んでる姿を見て、大人だって笑顔になれる。それから多くの視聴者である子供たちっていうのは CM の飛ばし方がわからない。これ見てる人たちっていうのは動画流れてて、時々パッと CM に切り替わったりするじゃん、動画が。そうしたらスキップするでしょ、大人はみんなスキップボタン押すじゃん。だけど子供っていうのはそのやり方が分かんないから、 CM が流れてもそのまま動画を再生してる。そんなような理由から、子供が出てるおもちゃ紹介動画っていうのは広告収入を多く得られる。で再生回数が多くなり、チャンネル登録者数が多くなると、おもちゃ会社のスポンサーがつくとかっていう風に、どんどんお金が儲かるように膨らんでいくのね。だから子供が出てるおもちゃ紹介動画はお金を生み出しやすいって言われてるのね。だから日本でも外国でも多いでしょ、子供が遊んで紹介してる動画って。ハイドチャンネルじゃあなぜこのキッズラインっていうチャンネルだけが突然話題に上がったかっていうことなんだけども、不正をしたという噂が流れてるんだよね。どんな不正をしたかというと、チャンネル登録者数を水増ししたのではないか。例えば登録者数が100万人だったのを200万人に数字を書き換えると、そういう業者があるんだけどね、そういうとこに頼んでやったのではないか。だから無名のチャンネルなのに突然、ヒカキンさんというビッグチャンネルを抜くようなことになったのは、何かズルをやったんじゃないかっていうふうに言われてて、まあ、バーッと最近話題に上がったわけだよ。そんなに登録者数が多いんだったら、もっともっとキッズラインっていう名前が有名になってないとおかしいじゃないかという風に言われてるんだよね。まあ、そういう噂が上がったもんだから、まあ、キッズラインは突然登録者数の表示を消したんだよね。今までは何百万って数字が出てたんだけど、登録者数を水増ししたんじゃないかって噂が出るようになってから消しちゃったんだよ。これはチャンネルの管理者が表示非表示っていうのは自由にできるのね。管理人が突然その表示を消したもんだから、余計に視聴者たちが怪しいと突然消すっていうことは、やっぱり悪いことをやったんじゃないかっていう風に余計にまあ騒がれてしまうことになったわけだよ。でこれね、俺が見た感じだよ。これあくまでも俺の個人の意見ね。俺個人の意見では多分だけど、そういう悪いことはしてないと俺は思います。きっと普通に人気が出てチャンネル登録者数が増えていって、その数字になったんではないかと。なんでかっていうと理由はね、まあ俺が思うに、あんな何百万とかって数字になったら水増しする意味がないんじゃないかと俺は思ったわけね。登録者数がさ500万人の人が600万人に増やしたところでだよ。すごいなとは思うけど、500万とか言ってる時点で相当すごいわけじゃん。そのすごいのを100万増やしたところで、まあもちろんすごいんだけど、もっとすごいなってなるけれども、チャンネルにどんなメリットがあるのかなって思うんだよね。でもちろんその有名人であるヒカキンさんというチャンネルを抜かしたっていうことはちょっと話題にはなるかもしれないけども、それが利益や収益につながるかって言われると、あんまり俺はね意味がないんじゃないかって思うんだよ。ハイドチャンネル、ハイドチャンネル、ハイドチャンネル。そのチャンネル登録者数を水増しする、どうやら外国にそういうことをやってくれる業者があって、お金を何万円か払ったらその数字を書き換えてくれるというのはね、俺も聞いたことがあります。俺やった人を知ってます、実を言うと。でもちろんそれは悪いことなんで、その数字を書き換えるっていうことはもしかしたらアカウントを停止させられるかもしれないし、まあ、基本やっちゃいけないことなんだよ。不正だからね、それはね。だけどそういうことをやる業者があるっていうのは聞いたことがあるし、それをね使う人っていうのはね、登録者数が少ない人だと俺は思うんだよ。例えば登録者数が100人だと、その100人っていう数字を1000に書き換えるとかね、みたいなものであれば、数字を書き換えることによってメリットがあるんじゃないかって俺は思うんだよね。例えば今なんかチャンネル登録者数が確か1000人かなんかいないと収益の対象にならなかったと思うから、じゃあその1000人までね届くまで普通に正当な方法でやろうと思ったら、やっぱり相当時間がかかるんで、数字を書き換えるとか、あと注目されるためだよね。やっぱ早く一人前の YouTuber に仲間入りするために、登録者数が1000人のところを1万人に書き換えるとかね。それぐらいの少ない登録者数のチャンネルだったら、数字の書き換えっていうのは効果を発揮するかもしれない。だけどこんな風に何十万何百万っている人は、それをやることにあんまりメリットがないって俺は思うし、むしろ数字がもうバカでかいだけにアカウント停止とかのデメリットとか恐れの方がでかいと思うから、そんなことやらないんじゃないかなっていうのが俺の想像で、そのさっき俺が知ってるって言った数字の書き換えをやったことあるっていう人はね、登録者数がね2000人からね7000人に変えました。その人はつまり5000人分お金で買ったわけだよな、数字を。でそれは外国の業者に頼んだっていうふうに俺は聞いた。でその2000人から7000人にした人はやっぱりね、その瞬間は注目をされました。だって周りから見たら急に伸びたように見えるから、そのチャンネルが2000人から7000人になったら、わあすげえ、あそこ伸びてるなっていうふうに思うじゃん、誰だって。だからすごく一瞬注目はされたけれども、その5000人っていう登録者数は嘘の数字だから、動画の一本一本の再生回数がそれに伴ってないんだよね。登録者数が増えたら、まあ、普通に考えると動画の再生回数もそれに比例して伸びなきゃおかしいよね。だけど登録者数の数字だけを書き換えただけだから、動画の再生回数は当然増えないわけですよ。だからやっぱり盛り上がってる感じがしないというか、あれこのチャンネルなんか不自然だなっていう空気が出ちゃうんだよね、どうしても。だから一瞬は注目されてすごいっていう風に言われてだと思うけど、そこはでもそれ以降は伸びなかったね。結局登録者数の数字は7000いくらのまま、その人は YouTube 活動を今はやめてます。ハイドチャンネル、ハイドチャンネル、ハイドチャンネル。だから俺は、まあ、そういうのを見てるからキッズラインっていうところがチャンネル登録者数を業者に頼んで水増ししたんじゃないかっていうのはやっぱね俺はねないと思うんだよね。メリットがないっていうかでチャンネル登録者数を突然非表示にしたことが怪しまれてるんだけども、これはねもう単純にねそのわーわー騒がれるのが嫌で消したんじゃないかっていうふうに思うかな。だからもしかしたら今はもっともっと数字が伸びてるのかもしれないね。だけど数字が伸びれば伸びるほどキッズとそこのチャンネルは悪く言われるだろうからそういうのが嫌で非表示にしただけなんじゃないかな。あとはまあアコギな考え方をしたらあえて宣伝目的のために消したっていうことも考えられるよね、作戦として。つまりそういう悪い噂が立ってチャンネル登録者数を消したらなんだなんだあそこ怪しいぞっていうことでもっと注目されるじゃん。もっと注目されるっていうことはそれだけ宣伝活動になるわけで、要するにディスリー商法ってやつだよね。悪口をたくさん言われることを叩かれることで自分のチャンネルをもっと有名にして大きく膨れ上がらそうという作戦かもしれないよね。まあ、だとしたらすごいなと思うけどそれはわからない。それはねそのチャンネルの考え方はわからない。ハイドチャンネル、ハイドチャンネル、ハイドチャンネルでこういうチャンネルが話題になると絶対こういうことが言われるんだけど、子供で儲けるってそういう親ってどうなのっていう話なんだよね。そのキッズラインに限らず子供におもちゃで遊ばせて動画で撮って流すっていうのは誰がやってるかっていうと大人がやってるはずなんですよ。だって子供はそんなことできないからね自分で。でその大人は誰かっていうとほとんどが親なはずなんですよ。でそういう親ってどうなのっていう風に必ず議論されるっていうか、つまり自分の子供を売り物にしてるとか自分の子供で金儲けしてるっていうことが親としてどうなんだみたいなことをよく言われるんだけどね、これね俺個人の意見としては俺はね悪くないと思ってます。俺は全然。なんでかっていうと子供をタレントにしたいって思ってる親なんていっぱいいるわけですよ。だから子供タレントスクールみたいなものとかがあるわけで赤ちゃんとか幼稚園とかそんな時から入れてる親なんて山ほどいるでしょ。タレントに限らず例えば自分の子供をサッカー選手にしたいとかバレリーナにしたいとかピアニストにしたいとかっていう風にして教育を施す親っていうのはいっぱいいるわけじゃん。だから YouTube タレントとして育てたいって思うのはバレリーナにしたいとかサッカー選手にしたいとかっていうのと何ら変わらないと思うのね。親が自分の子供にこういう風に育ってほしいとかこうなってほしいとかっていう風な気持ちを持つのはおかしなことではないと思うから俺はそういう風な親を見ておかしいとか異常とか俺は思わないんだよ。でお金を儲けてるっていう話なんだけども、子供でお金を儲けることを悪みたいに言う人ってねなんかお金儲けをしたイコール悪いことに使うっていう風に考えてることが俺はちょっとハテナなんだよね。もうその人のビジョンの中には子供が稼いだお金で親が贅沢をして遊んでるっていうのがもう勝手にシナリオができちゃってるわけだよ。だけどそのお金を子供の教育に当てるってことも考えられるわけだよね。たくさん稼いだお金で自分たちの子供にいろんな勉強をさせてやりたい、留学もさせてやりたいしいろんなとこに連れてっていろんな景色を見せていろんな体験をさせてあげて人間的に豊かで感受性の高い子に育ってほしい。その YouTube で稼いだお金を子供の教育に当てて返してやる、子供に、子供の成長というものに。子供が頑張ってくれた分我が子の成長のためにそのお金を教育という形で返してやるっていうんだったら俺は何ら悪いことじゃないと思うんだよ。だって質のいい教育にはそれだけお金もかかるわけだから、例えば自分の子供に学校以外に塾に行かしてやりたいとかピアノを習わせてやりたいとか剣道を習わせてやりたいとか英会話を習わせてやりたいとかもっと言ったら留学させてやりたいとか思ってる親もいると思うんだけども、それにはやっぱりお金がかかるわけだよね。無料ではできないわけじゃん。いい教育にはやっぱりそれだけの教育費というものがかかるわけだよ。その質のいい教育っていうのは俺はある程度金額も比例すると思っていて、やはり高い設備のところは教育環境が整っていたり最新のパソコンがあったり最新の遊具があったりなると思うから、お金を稼ぐことイコール悪とは思わないんだよね。ハイドチャンネル、ハイドチャンネル、ハイドチャンネル。俺が問題っていうか疑問に思うっていうかこれどうなのかなって思う部分があるとしたら、その子が成長した時にどうすんのかなって俺は思うんだよね。だって子供はいつまでも子供じゃないからどん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 大きくなっていくわけでしょ。でも子供のおもちゃ紹介動画って出てる子たちが子供だから可愛いのであって子供だから見てる子供たちにも共感されるのであって、その子供がさどん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 成長していってさ高校生大学社会人でおっさんになってさひげ面のおっさんがアンパンマンとかのおもちゃをを紹介していても、なんじゃそらってなるわけでしょ。で子供は永遠に子供じゃないから、子供が大きくなった時にそのチャンネルはどうすんのかなって俺は思うんだよね。新しい別の子供をタレントとして迎え入れるのか、それとその親がもう一回頑張って産むかだよね。わかんないけど、俺子供が出てるチャンネルってそこをどうすんのかなって思うのと、あと子供たちの意思ですよ。本人たちの意思。子供たちが子供のうちはもう訳も分からずおもちゃを与えられて、これで遊びなさいって言われたらわーって遊んで、やったやったバンバンとか言ってやってると思うけど、その子たちがさ、だんだんさ幼稚園、小学校、中学校とかなってきたら、その子も自分の意思というものが出てくるわけだよね。その本人がもう自分はカメラの前に立ちたくないとか、 YouTube じゃなくて違うことがやりたいとかって言い出した時にどうすんのかなって、俺はそっちの方が気になる。お金うんぬんとかよりも、まあ俺もちょっとこのキッズラインについて話したいなと思って取り上げさせてもらいました。今話題になってるキッズラインでした。この動画はハイドチャンネルがお送りしました。